どうも、皆さん、今回は私がおすすめする神アニメをご紹介するよ。えり、リュウさん、そういう神アニメとかいう表現嫌いやん。何人神様がいるんだよって突っ込む厄介オタクやん。日本は、八百万の神という表現があるほど、神との関係性は根深いんだよ。だからこそ、神アニメがいくつも存在する。だからこそって、接続詞おかしくあらへん。今回は、私が今まで見てきた神アニメを5つに厳選してご紹介するよ。なんか、様子がおかしいチャンネル乗っ取られましたか。今まで見てきたアニメの中で一番は何ですかとかの質問にも絶対に答えないのに神アニメ。まず一つ目、この素晴らしい世界に祝福を、だよ。まさかの、ナロー系やん。この作品は、ナロー系ではお約束とも言える異世界転生から物語が始まるんだ。死んでしまった主人公が異世界へ行く。そんなお約束的な始まり。その死んだ理由もめっちゃくだらないんよな。本来なら、いわゆる転生特典としてすごい力だったり、アイテムを選ぶことができるんだけど、主人公は女神を選ぶんだ。アクア様、やあ。王道の世界観や設定でありながら、その王道を真逆に描くことでギャグにしてる。死んで異世界転生するという王道からの、死んだ理由がくだらないという邪道。転生特典という王道からも女神を連れていくという邪道。王道を逆手に取るような内容なんよな。転生しても、俺杖への限りを尽くすわけじゃない。お金もなければ力もない。馬小屋で過ごし、肉体労働で日銭を稼ぐ日々。冒険者らしくクエストに行っても、女神様はカエルに飲み込まれ、唾液まみれにされ泣きわめく。いわゆる残念系ヒロインばっかりなんだ。ド M なきし、1日1回しか最強魔法を使えない魔法使い。ステータスは高いけど、知力だけは平均以下の女神。使えへん。そんな彼女たちとのドタバタファンタジーコメディが魅力的な作品なんだ。確かに、面白い作品やけど神アニメなんか。続きまして、神チュ。ナッツ。この作品、タイトルは、主人公のことを指してるんだ。神、チュ、すなわち、神様で、中学生の主人公の物語。神、チュも2005年の作品ですか。私も年を取るわけや。ある日突然、神様になってしまった女の子。でも、神様になったからといって、大きく何かが変わるわけでもないんだ。総理大臣に頼まれて火星人と会話したりすることもたまにあるけれど、あくまでも、彼女の中学生としての日常が描かれてる。のほほんと優しい世界観なんよな。中学生のユリエが、中学生の目線で、中学生の発想で、神様の仕事を無理をせずに、自分らしくやっていく、気軽に頼るな。神様だって大変なんだ。そんな彼女の1話のセリフが、この作品を表してる。独特の雰囲気がある作品よな。時代設定が1980年代ということもあって、どこか、ノスタルジックな雰囲気すら漂ってて、ちょっとジブリっぽさもあるんだ。ジェネリックジブリ的な感じやな。尖った要素はないし、あくまで日常アニメで、主人公が、なぜ神様になったとか、何の神様なのかという説明すらない。そこを掘り下げない良さもあるってことやな。1クールのほほんと癒される作品だね。確かに1回見ると、なんか記憶に残る作品なんやけど、これ、神アニメなん？神アニメだよ。ん？あれ？なんかちょっと、今回の動画の趣旨分かってきたかも。続きまして、いなり、コンコン、恋いろは。また地味な作品出してきよったな。この作品、派手な要素はないんだけど、私の中で、妙に印象に残ってるんだよね。タイトルの語感がええからやない。主人公は、片思いをしてる女の子なんだ。なかなか告白もできない中で、狐を助けたところ、その狐が、神様のお使いで、彼女は神様から、一つだけ能力をもらうんだ。日本昔話みたいな展開やな。狐の神様から、もらった能力はシンプルなんだ。狐の神様らしい、変化の能力で、好きな人が好きな女子だったり、同級生の男の子だったり、素直に好きな人と接することの、できない恥ずかしがり屋な主人公が、異中の相手と接するために変化し接したり、友人を助けるためだったり変化する。なんか懐かしい感じなんよな。2000年代のアニメやけど、90年代のアニメっぽいといいか。主人公のうぶな感じが、物語とキャラクターの魅力にもなってる。そんな中で、狐の神様である、ウカ様も魅力的なんだ。神様なのに、乙女ゲームにハマってたり、主人公のお兄さんとの恋愛の描写は、叫びたくなるほどなんだ。神様と人間の恋愛って、とんでもないような感じなんやけど、この作品は、なんか温かいんよな。本当は、2期が見たかった作品なんだけどね。全10話くらいで、すっきりと楽しめる作品だよ。続きまして、新世界より。おお、これは名作やな。この作品は、独特の重苦しい雰囲気が漂ってるんだ。アニメーションとしてのクオリティは、そこまで高くない。でも、圧倒的に見せる、ストーリーが、この作品にはある。1話の段階では、面白さが伝わりにくいんよな。うん、積み重ねが生きてくる、作品なんだ。呪力と呼ばれる超能力を持った人間の中に生まれる、悪鬼と呼ばれる殺人鬼。そんな悪鬼を恐れるあまり、この世界の大人は、間引きをするんだ。その事実に気づいた子供たちは、怯え恐怖する。ホラーなんよな。千年後の日本を舞台にして、そんな未来の人間から溢れる呪力の影響で、異形の生物が多くて、わざと、異形の生物を作り、間引きに使う大人たち、話が進むと、どんどんと友人がいなくなるんだ。怖い怖い。そんな中で、
人間を神と崇める化けネズミという存在がいるんだ。彼らは、なぜか反乱を起こす。彼らは、なぜ、神に反乱を起こしたのか。彼らにとっての神とは何を示すのか。伏線回収がえぐいんよな。この作品、私は一気見を推奨してるんだ。1クール目までだと面白さが伝わりきらない。でも、2クール目、そして最終話まで見た時の感覚は今でも忘れられないよ。これはまさに神アニメかもしれへんな。最後に神の溝知る世界。ナッツー、キャラソン永遠に聞いとったわ。地獄から逃げ出した悪魔の魂。そんな魂は、人間の女性の心の隙間に入り込んでしまうんだ。悪魔の魂を追い出すためには、心の隙間を埋めるために、恋をさせなければならない。改めて考えると、すごい設定よな。そんな、魂を捕まえるために、地獄からやってきた悪魔である、エルシンはどんな女性でも、落とす落とし神という神様を見つけるんだ。落とし神は落とし神でもやな。彼女が出会った落とし神ことカツラギケイマはギャルゲーマニアなんだ。1万人以上ものヒロインを攻略した神は、果たして現実の女性も落とすことができるのか。ファンタジーはファンタジー、現実は現実やで。この作品、オムニバス形式ではないんだけど、それに似たようなストーリー構成になってるんだ。悪魔の魂は主人公のクラスメイトだったり先生だったり、彼の周辺の女性キャラクターに取り付いて、そんな彼女たちを一人ずつ攻略していくんだ。主人公がギャルゲー感覚なんよな。うん、定番ラブコメ的な展開を俯瞰して主人公がやっていく感じで、見ている側はさらにそれを俯瞰的に見るような感覚なんだ。今で言うゲーム実況を見ているような感覚に近いかもしれへんな。ギャルゲーで培った方法を使いつつ、時に現実の女性だからこそ思い通りにいかない、そんな彼の試行錯誤と可愛らしいヒロインたちとのラブコメがたまらないんだよね。あの当時の若手人気声優さんもバンバン起用されとったな。遠山直さんとか、この作品のキャラとしてライフしとったくらいやし、時代を感じるわ。彼女たちが主人公に恋をして悪魔の魂が逃げ出すと、彼女たちはその間の記憶を失ってしまうんだ。主人公もある種の恋愛感情に近いものが同じように生まれてる。でも主人公との記憶は彼女たちにはない。だからこそ複数のヒロインとのラブコメを描いても問題にならへんし、ストレスにもならへんのよな。記憶が消えてリセットされるからこそ、複数のヒロインを攻略して恋をする過程まで描けるというか、彼女たちとの日々をどこか寂しげに噛みしめる主人公に愛着が湧きつつ、可愛らしいヒロインとのラブコメを約3話ごとに何度も楽しめる、オムニバス形式じゃないけどオムニバス形式のようなラブコメが素晴らしいんだよ。ギャルゲーやラブコメ好きにはたまらへんよな。個人的にだけど、ギャラソンも優秀なんだよね。各ヒロインが歌う OP だったりギャラソンだったりがものすごく印象に残ってる。曲が印象に残る作品は名作やな。2期の最終話の丹下桜さんを起用したインパクトだったり、作者すらも狂ってると評した主人公のキャラの強さだったり、一度見たら忘れられない作品だよ。原作の最後までアニメ化してほしかったところやな。さてさて、皆さん、神アニメこと神様出てくるアニメ、タイトルに神がついてるアニメの中での私のおすすめ、はい、いかがでしたか。神アニメは神アニメでもそっちの意味かいな。途中から多分みんな気づいとったけどな。私、動画を始める前のブログ時代に100レビューごとに神様が出てくる神アニメを紹介するって企画をちょろっとやってたんだよね。今回それをふと思い出して動画にしてみたよ。リュウさんの気まぐれに振り回される視聴者さん、かわいそう。ではまた次回。